はい、おはようございます。ちなげ人金城が癒しです。おはようございます。よっしゃ、勝った。あー、この勝利はでかい。いや、よく勝った。本当にもう拍手です。もうヤクルトに拍手。よく勝った。はぁ、先制され、逆転し、逆転され、逆転し返して勝利。はぁ、日誌里面白い。いや、もう本当に面白い。そしてよく勝った。もう、はい、ということで、じゃあヤクルト戦いただきます。いやー、もうね、痺れたな。本当にこう、面白い試合してるわ。はい、じゃあいただきます。あー、サンタナありがとう。マジで本当に、うん、はい、ということでね、早速試合の振り返りですね。はい、先発うちがね、ライアンで、相手が田島投手ね。はい、ライアンね、立ち上がり最強でしたね。うん、吉田正尚選手をチェンジアップで三振取ったりと、うん、2回までは本当にね、素晴らしいピッチングをしてるなと、はい、そういう印象でしたね。うん、今日はそうですね、まあ、ストレートも、まあ、145キロぐらいでしっかりね、コーナーにも投げれてて、でチェンジアップもね、本当にいい抜け具合というか、うん、しっかり投げれてたなと。うん、で、まあ、3回ね、紅林選手に、初安打を許して、そっからね、伏見選手、がね、バントをね、なんかするんかな、しないんかな、何で来るんだろう。まあ、だからセリーグのやり方としては、ピッチャー、なんだろう、ピッチャーの前にあんまバントしないじゃないですか。うん、8番は打って、で、ピッチャーで、こう、バントして、チャンス拡大っていう感じなんですけど、伏見選手がね、バントの構えしたんで、うわ、どっちだってね、ちょっと思ってたところでね、まあ、バスターを、はい、仕掛けてきまして、で、ショートゴロ、高いね、バウンドのショートゴロで、ああ、よしよし。まあ、二塁は無理だけど、これで一塁はとりあえず、アウトにできるなと、思ってたね。ああ、出ましたよ。うん。This is a party, でねねね This is a party, でれでれで西浦さんがね、うん、ちょっと攻撃をしてしまい。まあ痛かったっすね、正直ね。うん。まあ、それで1、3塁になりましたがね。いやー、やっちまったなと。うん。まあでもね、これも含めて西浦さんだなってね。まあなんかちょっと想定内だなっていう、ちょっとそういう気にはなりましたけども。はい。まあでもね、ちょっとライアンがかわいそうではあったかなと。うん。でも結局ね、上位打線にまた回してしまい、でチャンスに強いね、宗選手が、ライト前タイムリーで、1点を先制すると、オリックスさんが、はい、でもライアンはまあ正直ね、まあ、悪くないかなと、ちょっとかわいそうでした、正直。うん、はい、で何回でした、あれが、6回かな、すいません、違ってた。はい、吉田正尚選手にね、二塁打を浴び、ちょっとね、嫌な予感すんなと思ってたところで、杉本選手が、ライトへのツーランということで、いやー、同点にね、されてしまうと。まあ、ちょっと詰まらしたと思ったんですけどね、やっぱ東京ドームでもあるしね、杉本選手のパワーもあるし、うん、まあちょっといかれちゃいましたね。うん、まあでもその回結局投げ切って6回3失点、まあ自責は2ですよね。まあでも試合は作りましたよね。うん、まあでも本当に想定内というか、うん、まあライアンらしい、うん、6回3失点、あ、ライアンっぽいなっていう感じはしましたね。うん、試合はきっちり作ったんで、はい、まあ本当にいいピッチングしたと思います。はい、ライアンお疲れ様でした、ナイスピッチング。うん、はい、で7回ね、7回がスアレス投手ね。いやー、スアレス投手がね、もう西尻のプレッシャーに耐えきれなかったっすかね。ボール先行が目立ちましたね。先頭あれはファーボールでしたかね。変わったピッチャーが先頭ファーボールやるとね、まあ失点する。でちょっとね、バタついてランナーを、ランナー1、2塁ぐらいにしてね、まあ、ワンアウトは取れましたけども、でも降板という形で、はい、次田口投手が、出てきて、まあ、ランナー何塁になったかな、でまあ、吉田正尚選手ね、まあ、あるんですけども、はい、もう今日乗ってましたね、吉田正尚選手は。まあ、ちょっとこうフラフラフラとレフトの、前に落ちる打球で、1点勝ち越されると。
まあ青木さんもまああれは突っ込めないかな。ちょっとねフライ気味だったのでね、いや突っ込めってね打った瞬間思ったんですけどね、落ちちゃいましたね。まあでも、あそこに本当にしぶとく落とす吉田正尚選手もお見事ですよ。はい、はい、まあでも田口投手はねワンアウトを取ってまあツーアウトまでは、してくれたので、はい、お疲れ様でした。はい、でその後ね、石山投手がはい上がりました。はい、今日本当にねピッチャー陣の中で MVP だと思ってるんですけど、石山投手もう本当にね、あの全盛期のめちゃくちゃいい時の石山投手でした今日は。もうストレートもね150キロオーバーをしっかり低めに、しかもコーナーにきっちりねビチ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 投げ込んでいく。いやー久しぶり石山さん本当お久しぶりですって感じの、いや本当感動するぐらいの本当にいいピッチングしてましたね。で結局8回もしっかり抑えて、今日本当に MVP だなって思いました。しっかり流れを作ったので、石山さん素晴らしかったですね。はい、ナイスピッチングでした。はい、でも8回ね、だから当初シミノボで行くんかなと思ってたんですけど、石山さんに投げさせたので9回どうするんだとね思ったんですけどね、あのマクガフ投手で行きましたね。はい、まあマクガフ投手といえばまあ1試合目ね、まあ悪夢のサヨナラを食らったということで、もうリベンジ投球ですよ。頑張れよマクガフと、はい、だったんですけども、まあ先頭のねあれは若月選手ね、バットね折ったんですけどね、センター前に運ばれちゃって、うわ先頭出しちゃった怖えなーと、先頭出すとね本当ねあんまいいこと起こらないんでこういう接戦でしかも日本シリーズ、まあでもね、あの投げてる球今日全体的にですけど、あの良かったです。はい、ストレートしっかりストライクバンバン取れてはいたので、はい、本当に1試合目とは全然違うなと、なんか危なさがあんまなかったというか、なんかボール球でなんかこう崩れるような心配はまずないというか、っていうね素晴らしいねボールは投げていたので、はい、まあただその後が福田選手が、送りバントでランナー二塁で、宗選手がファーストゴロで、ツーアウトでランナー三塁で、吉田正尚選手を、まあ、歩かせましたね結局ね。まああれで本当に正解だと思います。怖いんだよね吉田正尚選手マジで。はい、で最後は、杉本選手を、まあ、詰まらしてファーストゴロでゲームセット。よく頑張った、マグガフちゃん。ちょっと劇場臭かったっすけどね。まあまあまあ、無失点だったんで、はい、本当にね、1試合目の、本当にあの悪夢をね少し払拭できたんじゃないかなと、はい、いうことで投手陣は、4失点ですか。はい、まあよくやりましたよ。まあ勝ったんで、しかも、特にやっぱ石山投手はね、本当あのピンチを切って、でそして8回もしっかり無失点にして、なんか本当に流れを持ってきた感じしました。はい、でライアンもね、まあ6回3失点ということで、はい、しっかり試合は作ってくれたと思います。はい、ということで次打線ですね。はい、打線がねもうチャンスは結構作ってました田島投手から。序盤はねヒットこそは出てなかったですけど、フォアボールとかエラーとかでねランナーは溜めるんですけども、ライアンツーアウトでライアンに回すっていうね、回がねチャンス作るんですけどね、ツーアウトでライアンにねチャンスの場面で回っちゃうっていう、ちょっとね不運な、まあ上位でねだからチャンス作って回で返すとかならね、まだ点入るかなと思うんですけど、ちょっとねピッチャーの前に、作っちゃうとねなかなか点は入らないですよね。しかもツーアウト、まあ、チャンス作れてること自体はいいんですけど、っていう感じで、まあね、チャンスをまあ3回ぐらいかな潰しましたね。まあただね、そんな中苦しい中だったんですけども、はい、あれは、5回でしたかね。はい、ランナーをね、貯めまして、ムーチョが、しっかり、センター前、あれは相手ピッチャーがバルガス投手かな、ガルベス、ガルベスは違いますね。ガルベスはあの審判にボール投げたやつですよね。バルガス投手だったかな。はい、からね、しっかりあの センター前ヒット打って、2点タイムリー、プラスね、ちょっと宗選手が、あの悪送球してしまって、はい、それで3点目を入れて、3対1と逆転します。はい、ムーチョナイスバッティング。いやー、ほんといいね、コンパクトムーチョね。
相手のね、バルガス、ガルバス、ちょっとすみません、本当覚えてないです、ごめんなさい。投手がね、ちょっと制球乱してるということで、うん、そこをね、しっかりボール球を振らず、きっちりね、こう、ストライク取りに来た球をコンパクトに、いつも通りのコンパクトムーチョでセンター前に運ぶって。本当頼りになりますわ、ムーチョ。ナイスバッティング。うん、はい。で、あれが、8回ですかね。はい。あ、違うな、7回か。7回の裏ですよね。はい。ランナーを、1人置いた状態で、サンタナ選手が、4対3で負けてました。そこでサンタナ選手がね、うん、ツーランホームラン打って逆転します。ありがとうサンタナありがとうマジ感謝。いやー、よく打った。いやー、もうマジでよく打った。もうその前ね、村上選手が三振しちゃってツーアウトの時はね、あーもうクリーンナップで点取ってよって。なんでクリーンナップ頑張れよって思ってた時にね、サンタナ選手がやってくれると、本当に5番に置いてマジで機能してます。村上選手が倒れてもサンタナがいる。で、サンタナがホームラン打って逆転。もうこんな素晴らしいことはない。本当によく打ったサンタナ選手。ありがとう。はい。で、まあ、そうっすね。まあ、個人的な、振り返りとしますと、まあ、塩見選手は今日はノーヒットなんですけど、いい当たりはね、ポコポコ打ってましたね。大きめの外野フライとか。うん。なんでこう、状態は悪くないかなと。はい、思いました。はい、で、青木選手は、ヒットもね、打つし、ファーボールも選ぶしで、しっかりチャンスメイク、今日はやってましたね、してくれました。はい。で、山田選手ね、ほんと惜しい当たりばっか打ってました。うん。もう、センターライナーから始まり、サードライナーも打ったし、で、右方向ね、ライトフライだったかな、大きめの、うわ、もうちょい伸びてればなーっていう、本当にいいね、大きいフライも打ってたんで、山田選手もね、だんだん調子上がってきたのかなと。うん。とりあえずね、ヒット打って、楽になってほしい。はい。で、村上選手はちょっと今日はデッドボールとか、あとフォアボールもあり、うん、ちょっとこう、歩かされがちというかね。うん、まあ、ヒットは出てなかったですけども、はい。出塁はよくしてました。はい。で、サンタナ選手はホームランということで。本当にありがとうね、サンタナ選手。はい。で、ムーチョもね、しっかり、タイムリー打ってくれましたし。はい。で、オスナ選手が、はい、今日ツーベース打ちましたね。ナイスバッティングよ、オスナちゃん。うん。やっぱ右方向なんですよね。うん。この日本シリーズヒット全部右方向打ってますよ。引っ張るとろくなことないよ。うん。オスナ選手引っ張るとろくなことない。うん。全部もうあっち。右方向、右方向。引きつけて右方向。うん。行きましょう。はい。で、西浦選手は今日はまあ、あれですね、申告敬遠で1個出塁したかな。まあ、西浦選手、まあ、打てないか、打てないは打てないでいいんですけどね、守備はしっかりしてほしいですね。うん。まあ、後逸したやつ以外は、まあ、無難にさばいてたので、まあ、いいんですけども。はい。まあ、西浦選手は意外性の男なんでね、うん。本当に、ここぞっていう時にね、ポーンと一発ホームランとか打ってくれる気がするので、はい。もう明日からまたお願いしますよと。はい。っていう感じの試合でした。もう本当に一言です。もうよく勝ちました。もう面白い。見てて本当に面白い。日本シリーズ。もうこんなに白熱した日本シリーズって、いつ以来ですかっていう話ですよ。ね。ずっとパリーグにボコボコにされてきて。なんか、もう本当に、ね。ここ近年、稀に見る、本当にいい日本シリーズできてるなと思いますよ。だからね、もう今年本当にもうセリーグやり返しましょう。ヤクルトが、セリーグに、日本シリーズで、勝って日本一の、まあ、旗を持ってきますよ。ヤクルトならできます。はい。ということで、明日の先発ですね。明日誰だろうな。予告先発やってないんで分かんないんですけど、まあ、石川さん、高梨投手、金久保くんか。高梨投手あたりの気するんですけどね。多分高梨投手だと思うんですけど。はい。まあ、そうですね。まあ、高梨投手もちょっとね、ライアンとちょっと似てて、投げてみないとわからない感は少しあるので、まあ、ちょっとね、本当に期待するしかないです。はい。高梨投手、マジで、試合を作ってください。お願いします。はい。で、オリックスの先発もちょっとね、わかんないです。はい。山崎投手とか、あと誰がいるんかな。ちょっとマジでわかんないんですけど、はい。もう明日も
勝って王手と行きましょうや。王手飛車取り行きましょう。はい、ということで、今日の動画以上にしたいと思います。はい、よかったら高評価、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございました。